おはようございます。2015年5月15日金曜日6時5分になりました。ということで、ちょっと音が大きいかな。ですね、金曜日になりました。今週1週間今日で、終わりますけれども、というか長かったんじゃないですかね、多くの人にとって。この先週先々週から始まったゴールデンウィークで、その感覚からするとなんだこの1週間の長さはみたいな感じになってたのかもしれませんけども、台風がね、もうこの時期に、通過して、まあっちゃこっちゃまた土砂降りになったりとかいろいろありましたけども、どうでしょうかね。さて、今日はですね、 IT メディアからアルソックが悪意あるドローン対策センサーで感知リスク判定して対応ということなんですけど、何のこっちゃいなということなんですけど、まあ、この前のね、首相官邸の屋上にドローンが落っこってたっていうのがなかなかね、こう見つからなかったりとかして、いろいろ最近ドローンがね、いろんなところで落っこったりとか、いろんな問題をこうはらんでて、これは別に日本だけじゃなくて世界的にどこもそうなんですけども、で、その飛行禁止とかね、いろんなその法律を作るのは、まあ一つそういう制約をつけるっていうのも一つ重要なんですが、ただとはいえ実際飛んできたやつをどうすんねんっていう話があるわけですよね。でそれとこの前の首相官邸のやつは落っこってて、それからもう何日も発見されてないっていう、要はあれ落っこってたからこう分かったわけであって、落っこちずにブンブン飛び回ってたらいつ発見されてたか分からないというか、知らぬ間にどんどんいろんなとこ偵察されてて、まあ下手するといろんなもん運び込まれてるか、あるいは盗み出されてるか分かんないですけどもね、撮影されていろんな細かな情報がどんどん外部に流出してた可能性があるわけですよね。で、そういうところの対策、実際飛んできたらどうすんねんっていうのがあって、先にこう認知しない、認知というか飛んできてるっていうことをいち早く知らなきゃいけないですね。まずはそれが分からないことには何も手が打ちようがないので、そこでアルソックが、そういう飛んできたドローンを、いち早く知らせる、アンドそれだけじゃなくて、なんとその悪意のあるドローンかどうかを判別するっていう、なんかすごいことをやりだしたなっていう感じなんですけど、要はドローンにもいいものと悪いものがあるから、それを判別しましょうよっていう話なんですね。で、どういうことをやるかというと、まあ、音響センサーとか画像センサーとか組み合わせて、そのドローンが入ってきたことをまずチェックして、でそのドローンの、機種とかを判別すると。で映像だけじゃなくて、その音でその、ね、プロペラとかついてるんで、モーターの音とか、そのプロペラの風切り音とかいろいろするんで、それで、声紋分析して機種を限定するとかって、もうなんかなんていうの、潜水艦のね、スクリュー音で識別するみたいなそんな話になってきてて、もうこれっていやいや軍事技術ちゃうのっていうか、もうね、ドローンを、飛んできたドローンの敵か味方かみたいな判別するっていう、もうそういうことをこうやり始めたっていうね。これどうなんでしょうね、ここまでこうやるような状況になり始めてると。でいろんな商用サービスがもうスタートしてるらしくて、例えば、太陽光パネルの設置してる場所ですね、ああいうところの監視するのにドローンとかも使い始めてるんですよ。まあそれはまあそうですよね、巨大なエリアをこうその見てないといけない、どっか壊れてるとか、あるいは不審者が入ってきて、最近ねあったりしますよね、その電線かっぱらっていくとか、ぶっ壊していくとか、いろいろありますからね。でそういうのを監視するっていうこともやってたりするらしいんですよ。でそれプラス、まあ、最近のね、そういうドローンが勝手に入ってきて落っこったりとか盗撮するとか、いろんなことが起き始めてるんで、それに対する対策として、そういうドローン
が侵入してくるものに対してやると。いやはや、なんかすごいことになってきましたね。その、まあ、それだけアルソックなんかも、それ以前から、あの侵入者、まあ、人ですよね、人が入ってきたことに対して、ドローンで、追尾したりとか、写真撮ったりとか、そういうことを、もうかなり前からやってましたから、そういうノウハウはいっぱい持ってるわけですね。でだから、ドローンに対してドローンでこう対抗していくみたいなことを、これからやっていくのかもしれないですけども。いやはや、もうなんか、なんて言ったらいいのかな、もう漫画チックな感じでちょっと笑えてくるような、なんかそんな感じもするんですけども、ただもうこういうことをね、考えないといけないような世の中になってきてると。で、ドローンをいくら規制しようが何しようが、もうこれだけ広まっちゃったんで、で、誰でも手に入る。ね、この前も、なんかのイベントのところでドローンが落っこってきたのありましたけど、あれも飛ばしたのって中学生かなんかでしょ。だからそんな、もう誰でも手に入るし、で誰でも飛ばせる状況になっている中では、今更規制とか言ってもそう簡単じゃないですよね。もうこれだけ、世の中に広まってしまったドローンを今更なんか届け出制とかなんとかって言ったところで、その前に、なんていうのかな、購入してしまう人たちがいっぱいいるし、もうすでに市場に出回ったやつに関してはどうにもできないですからね。だから多分そこら辺の法的な整備っていうのは確かに重要なんですけども、それ以上に現実的にどうするのかっていう、今回のこういうアルソックのサービスようなことがですね、どんどん必要になってくるんじゃないかなと、そんな気がしますけど、まあドローンをこう見張ってるみたいな、そんなものよくわからない状態に、本当にこう軍事技術というか、本当なんかロボット対ロボットが戦うみたいな、そんな感じにこうどんどんねなってきそうですけど、どうなっていくんでしょうか。まあある意味面白いって言ったらよくないけどね、犯罪が増えてくる可能性もあるので、とんでもない犯罪も本当増えてくる可能性があるので、ただまあちょっとね、今までの想像してなかったようなことがどんどん起きるようになってくるでしょう。さて、そんなところでもう6時、13分になりました。今日は金曜日ですね。今日行って明日ようやく休みかみたいな感じの人が多いかと思いますけれども、頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。